皆さんこんばんは。毎週木曜夜8時からお送りしております、日本唯一の林業専門番組自発ニュースのお時間がやってまいりました。お送りしますのは自発ニュースレポーターの上垣義弘です。そして自発型林業推進協会代表理事の中島健三です。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。第10回、になりました。第10回の放送は今回も全国で自発型林業に取り組んでいる人たちにスタジオに来てもらうコーナー、ゲストトークのコーナーをお送りしたいと思います。今回のゲストですけれども、福井県から、宮田さんという、方が、来ていただきました。まあ、自発型林業やりたいと言ってもですね、思っている視聴者もたくさん、おられるかと思うんですけれども、まあ、どうしてもやろうと思った時には自治体、行政のサポートというものが必要になります。ただですね、この福井県の方は、まあ、ほとんどというか全くですかね、行政の支援がなかった、地域なんですけれども、そこで、もがき苦しみながらもですね、その道を切り開いてきた、宮田さんになります。ぜひ、見ていただければと思います。そして後半ですけれども、15分でわかる自発型林業、先週に引き続きまして、東北でなぜ、自発型林業が広がったのかをお送りしたいと思います。はい。2011年から中島さんが現地に入って大槌町に入って、薪の生産ですね、復旧も、し始めたところからの次の展開が今回後半でお送りしていきます。それではですね、日本唯一の林業専門番組自発ニュース第10回放送をお楽しみください。どうぞ。それではですね、ゲストトークの、お時間がやってまいりました。今日の、本日のゲストですけれども、北陸、福井県から、来ていただきました、宮田浩二さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今宮田さんは福井県、はい、そうです、福井県医師、福井市なんですか。はい、福井市というと、県庁所在地、そうですね、見たら29万人とか26万人か、まあ、なかなかな。そうですね、10年前に、ね、美山町合併しまして、うん、で福井市になったんですけども、あ、僕のいるところね。はい、なるほど。その宮田さんが、まあ、もちろん自発型林業を、はい、実践して、はい、やってるということですけれども、うん、はい、その自発、もともとは自発型林業、そのきっかけ的な話なんですけど、はい、自発型林業参入容易で、うん、誰でもできるよっていう、うんうん、中島健三がいろんな全国で、うんうん、言ってるところですけど、はい、宮田さん自身ももともとは林業家ではない、うん、林業家ではないですね。ない、山はありましたけどもね、少しだけはね。それはご自身の家族というか、はい、のそうですね、はい、宮田家の山が少しあった福井市内に、うん、地域同じ住んでるところ、はい、のところにあって、はい、じゃあこれ、まあ、それは何とかしたいなというところはあった。いや、最初は別にそんな気持ちもなくて、はあはあ、田畑をやってたんですよ。農業、農業をちょっと中心にやってた時期もあったんですけど、はあはあ、まあ、その中でこの水どっから来てるのって言って川で、川はどっから来てるのって山みたいなね、うんうん、じゃあやっぱり山なんかしないかんし、山こんだけでかい山ね、ちょっとなんかできんかなと思ったのがきっかけで、ちょっと山覗きに行ったんですけど、 あその農業というか、まあ、お米だったりやってて、うんうん、でちょっとその自分のところに山があるというのに気づいて、うん、そうそうそう、でちょっと出かけてみたと。そう、まあ、あの地域で年に1回だけあの、ね、山に入っている道、まあね、それなりに大きい道の草刈りとか、うんうん、ね、1回はやってたんですけど、地域活動とかね、そういうのは各地で ありますよね、うん、でその中でやっぱり山ね、なんかその時だけ行くんじゃなくて、この山何に生かされてるんやろっていうのもあったんですけど、まあ、暗かったりもね、木もね放置されてたりとか、枯れた木そのままとか、なんかひどい状況もあったし、はい、なんか山に関われたらいいなっては思ってたんですけどね、漠然と、漠然と、うん、でそれがその漠然とから今はかなりやっているような話を聞いているので、はい、そこに至る、まあ、きっかけなんか、うん、何かあったんですか。チェーンソーが壊れた。あの庭木とか使ったりとか、ちょっと、はい、ちょっと切るね、はい、庭の木とかなんか処理したりするチェーンソーが壊れたので、はい、まあ、それをちょっと森林組合っていうのをまだ僕よく出入りしてなかったもんで、うんうん、コメリー持っていた。
あーそのホームセンターホームセンターにね、うん、に持ってったホームセンター持って行ったら直せんって言われて、あそうなんですか、そうそう、で森林組合持って行ったらとか言われたんで、ああそうかと思って持って行って、うんうん、若い方いらっしゃったので、これどうにかなるって聞いたら、なんか掃除してくれたんですよ。あうん、はあ、とりあえずエンジンかかって、あ、うん、まあこれで使えしばらく使ってみてとかって言われて、うん、でその中で雑談していく中で、俺ちょっと山なんかやってみたいっていうか、山なんかできんかなと思うんやけどっていう話をしたら、三山に安木健さんってすごい先生いるじゃない、うん、人がいるじゃない、徳井市内の三山っていう地域が、うん、地区にそこにそうそうそう名士というか、うん、あの林業のやってる方がいると、そうそう、うん、自伐でやってる人いるから、そこを行ってみたらって言われた。あなるほど、うん、それから、うん、自伐がいたわけですね。そうそうそう自伐やって絶滅危惧種と言われてる自伐が、うんはい、うちらの地区はもともとね、うん、あの林業地帯でもあって、うん、昔かなり自伐が普及してた地区なんですけど、もうだんだんいなくなってきたんですけど、まあその中でもその安木さんはあの山は自分で管理されていまして、でまあそういう話聞いたのでアポ取ってお会いしに行って、うん、山を教えてくださいって言ったら教えてやるって言われて早いな早い、ね、意外とそれ、うん、なんか準備期間ありますよね、そうそうそうお前にはやってるなという感じじゃなかったそうそうそう、いや先生も次の世代に受け継いでも行きたいし、うん、来年そういう塾開こうかとも思ってたんやと、あ、うん、教える引き継ぐことを考えてたんだね、うん、そうそうそう、うん、でじゃあ僕ちょっと何か連れていくので、うん、来年ぜひお願いしますって言って、でそこから半年待たないかんかったのスタートから長いっすよ、10月か11月ぐらいって春まで待たないかみたいなね、まあ、そんな時にたまたま福井その僕らの地区の方で、うん、エネルギーフォーラムを、エネルギーを やったちょっと団体がありまして、はい、そこにちょっと覗きにというか興味あったんで行った時に中島健三さんにお会いしたんですよ、あー自罰教の、うん、オーダーバーでね、あの30分ぐらいもう短い時間だけだったんですけど、うん、お話した時に道みたいなお話が出たので、ほう面白そうと思ったら中島さんからと Facebook でつながって、うん、次の週来ないかって言われて、来ないか来ないか高知までみたいな、高知高知まで、福井から高知遠いなみたいな、はい、いや僕即決で中島さんに、あ行きますって言ったんですけど、まあどうせならね、もう思った時に即行動みたいな思って、うんうんうん、ですっごい時間かかりましたけど、ね、一人で車でその時は確かその若手が集まる合宿を開かれてた、そう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 、あの四万十川のところで、うん、20人ぐらいでしたかね、そのあのまあ前出てた田口さんとかも、はい、あの出てた、そうですね、出てたところですね、うん、すごくまだあの始めたばかりの人たちがいたところそうそうにおられたって、うん、東京から移り住んだ女性がいてとかね、うわすげえ女性でもできるやとかね、へえと思って、うん、あそこがじゃあ、うん、安木さんとの出会いと、うん、そのフォーラムの出会いと、うん、そして 若手連中の人たちと出会って、はいはい、なんか面白いんじゃないですか、そうそうそう、もうなんかねワクワクしてね、そのなんか2003日ぐらいやったかな、はい、で帰ってきてからもうこの気持ちどこにあったらいいのってい いうそんな時があって、何していいのか分かんないし戻ってからね、はい、いやー、参りますね、帰ってから特に、あ、いいな、気持ちはある、うん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 、じゃあ、何したらいいのっていう、うん、そうそうそう、山もあるよ、山もあるんやけど、どうしてできないのかったんですか、何していいか分かんないぞ、いろはがない、そうそうそう、まあ、今はね、この結構自伐をやって、うん、こうやって宮田さんだったり、うん、各地でやってる人たちがいて、うん、その人のところに行けばある程度、うん、何が必要なのかっていうことができた時代かもしれないんですけど、うん、その当時は、うん、まあ、やってる人たちがいなかったような時代です、まあ、創世期というのか、うん、はいはい、黎明期というのか分かんないですけど、まあ、それぐらいの時期だっただから、で特に福井県でやってるのは、うん、その当時は自伐型林業も もちろんなかった、うん、あの自伐林家という、うん、所有してる人たちがやってるっていうのはあったけど、うんうん、体系的にやってくれるところも自治体もなかった、そうですね、そっからまあ切り開いた、切り開きましたね、来ざるを得ないね、ね、いやだってね、上垣さんにね電話しても教えてくれかったもんね当時ね、こうやりながらあの弱小 NPO が、うん、あの言われても分かんない、うん、こっくらいか、まあ実際に入り始めると、うん、
こう見えてきたものっていうのが何から始めるか、うん、どういうチェーンソーを買うのか、うん、じゃあどうやって予算を作るのかっていうことをどんどんまあ自分で探して掛け合っていったというところなわけですね。そうですね。機器って何したいのみたいなのもわからんし、まあ、非常にね最初困りましたね、うん、どっから始めたんですか。いやその最初最初、うん、いやとにかくあの安木先生の講習が始まるのを待ったんです。あ5月ぐらいまででやるぞって言ってスタートなんですけど、最初1日目ね8時間ぐらい講義ですわ。ずっと座学です、はい。うん、あなるほどな、放送かと、うん、でそこから変えるじゃないですか。今度1ヶ月待つんですよ1ヶ月どうしたらいいですかみたいな話ですよね。はあ、困りましたので、まあまあ、畑とかいろいろやりながらで次まだ先生ね行ってな半日講義して道具のメンテナンスとかね、あまだ山入らんのかみたいなで除伐、今度除伐とか草刈りですよね、うん、山の草刈りで、そうこうしててなかなか先に進まんだと、うん、でそれを10回ね1年間10回というあの講座だったんで、うん、それ終えてああこうやってやっていくのかって一通りが見えた見えた、ね、見えたのがそのあの10回半、まあ、5、6、7、8、9、10、6ヶ月間ぐらいか、うん、で10回やってでようやくあ年間こうやって仕事をするのかっていうのが分かった、分かったっていうだけ、はいはい、でそこ、まあ、から、はい、宮田さんやり始めて、あ学び始めて、はい、そこから、まあ、今現状、うん、それが何年ぐらいの時なんですか。お終わったぐらい20005年前ね、5年前2014年、うん、15年ですね。で5年経って、うん、その宮田さんが今現状は、はい、林業はどれぐらい、実際どういうことをされてるぐらいまでなってるんですか。今はね、町内の山に、まあ、作業道をつけて、まあ、間伐したりとか、まあ、一通りの山の管理ができるようになったり、またそういう仕事を依頼されるようにもなったり、うんうんうん、で例えばこうやって道がね、はい、自分らで入れれるようになって車をね、これなんか元々は何もなかったところに道を入れて、ね、車を上げれるようになったりとか、うんうん、ねこんな道つけれるようになりましたけどね。でこれは誰か呼んで、うん、講師かなんかそうなんですよ。橋本光司先生ですよね、はい、その先生に来ていただける予算がなんとか取れたりとかもしたので、はあはあ、今だから今年4年目なんですけど、これ実際に施業し始めて、うんうんうん、で年に、多い時は 4,5 回来てもらったりとか、まあ、今年はね、うん、予算がちょっと足りずに2回止まりなんですけど、うんうんうん、はい、でも定期的に来ていただきながらね、どこに道入れたらいいかとか、まあ、そういうことなんかも、うん、やれるように今なってはきました。どれぐらいの面積でやってるんですか。ね、うちの町内で、山が向かい山と裏山とあって、うんうん、100ヘクタール200ヘクタール全部で300ヘクタールあるんですよ全部、ね、なかなか、はい、でも誰もしてないので、はい、将来的には全部やりたいなと思ってはいるんです。自分一人で、ま、いやちょっと無理ですよね仲間入れますけどね。あで仲間は、はい、実際、まあ、その5年前なんかは一人だったわけですよね、うん、うん、スタートの時はね。でその時一緒に研修受けたメンバーとかで団体を作って、うん、で団体を作って、うん、そのうち社団法人まで格上げしたりとか、うんうんうん、今福井自伐協なんかがねもうすぐできる予定なんですけど、まあ、全国の自伐協の林業推進協会が地域版となって、うん、はい、福井県内になるんですか、はい、うん、自伐型林業の会を今立ち上げようとされてるということですね、はい、まあ、放送の時はもしかしたらできている、あ、できているかもしれないですけどね。あじゃあ今はじゃあ個人として、はい、林業をしていると、うん、そうですね、大体毎年どうですか、うん、500ヘクタールとかぐらいはやれる、うん、そうですね、はい、で道作りをして、で間伐をして、間伐してでそれを売るわけですか。そうですね、はい、最初苦労しましたね、どこ売ろうみたいなねどこに売ってるんですか。でね、うちは森林組合さん結構ね、うん、何自伐にも力貸してくれたりするので森林組合さんにお願いしたりとか、あと直接バイオマス発電所の方に持って行ったりとか、あ、まあ、最初いろいろ苦労はあったんですけど、うん、まあ、なんとか木をね
流すことはできはするんですけども、売る場所があると、それで売り上げを出して、そうですね、市場出したりもできますし、なんかどうも聞いてると、その自伐型林業、やり始めて、でいろんな地域の仕事とか、要はその木を切るっていうことでも、自分の山だけじゃなくていろんなところから依頼されたりしているっていう話がありました。はいはい、まあ結構特殊な仕事とか、あの台風とか去年一昨年結構ひどかったじゃないですか。そうですね、はい、で入ったのでね、あのまあこれ結構大きいお仕事で話が来たの、 こんなね、これうちのメンバー、あの高橋純一純なんですけども、でかいです、はい、でこんなね木がね、これあの狛犬に乗っかったりとか、あ、神社が、神社の木がバタバタ倒れたっていうね、家には被害なくてね、これもね、ここもし狛犬支えなかったらこれ破壊してた狛犬が助けてくれた、はい、で最初ここの、自治会長さんがあのちょっと倒れかかってやばい木を、次台風また来るって言うから、とりあえず切ってくれって言って、でとりあえずこんだけでのお金でやけど切ってくれって言って 切って、でその後これ全部やってくれ、処理してくれってなったんですけど、まあまあ、 あの困ってるとこがこの年からいっぱい、この2年間去年おとし結構出ましたね。まあ全国でも結構こう林業やり始めて、うん、実際そういうことを、これはだから特殊伐採とかいろんな言い方をされるものなんですけど、そういう仕事が町内でやれる人がいないとかで、他県の業者さんとかねやってもらうのをどうもやっぱ、地域仕事として今受けたりしてるて、そうですね、だから森林組合さんもうその時ものすごい忙しかって、もう手回らんっていうような時だって、なんとかしてくれんかというのが結構出てきたりとかしましたね。なんか映像でもこう別のなんていうか、まあいろんな仕事があるっていう林業の仕事ですよね、その島根県津和野町 の、 あの田口さんの話とかもあのいろいろありましたけど、この福井の方はこれあ登ってるのが、あこれまあ僕でも僕なんですけど、あのこうやってね、あのこれねうちの町内の裏山なんですけど、裏山、あの橋本先生に路線入れてもらったんですけど、はい、路線のところにこれ師匠木なんですよ。あこれ横これ横伸びてる師匠木なんですよ。そうですね。でもこれ、ね、普通に倒したらね、お寺とかお墓をに当てちゃうんですよ、落としちゃうと。なので上まで登って自分を支えるように下また降りてきて、でここにね今これロープつけたりとかするんですけど、まあなんせこの木処理せんことには道が伸ばせないでね、去年まで裏表向こう向かい山というかちょっと離れたんですけど、今年ね経験積んだんで裏山にもう民家の真後ろに挑戦という、もう失敗許せない緊張の年なんですけど、今年はねもうこれお寺でこの下にすぐお墓があるので、これも落としたらお墓直撃、下手すると屋根当たるみたいな、はい、それをちょっとあのウィンチで引っ張りながら、まあこういう現場がいっぱいあるんでしょうね、そのもうあわやその暴風が来たらこうやって倒れちゃって民家が潰れるみたいな、はい、そうなんですよ。でこれもう一本上からね別の木で引っ張ってるんですけど、まあこれをあのこうやって落としていく、で落としながら内側に引き込んで、あの安全に木を処理していくっていうね、まあこれを片付けないことにはもう次に進めない場所でね、とりあえず頑張ってやるかって登りましたけども、はい、今その経営的にはどうなんですか、はい、安定してるのか、そのあの出会う前なんかは結構もう、はい、ヒーヒー言ってましたね。ヒーヒー言ってた宮田さんが自発とでやって、はい、真っ黒は終わりだったと思うんですが、はいはい、今現状はそうですね、実際あの山村多面的の補助金で林野町の補助金ですね、そうですね、これを裏山とか地域の山の道付けであったりとか、まあもう荒れたもう真っ暗闇で、ここねイノシシだけじゃなくてクマとサル、あもうねもう藪でもう真っ暗なので、でね、熊にも実は襲われた住民の方も去年おととしいまして噛まれたりしたん で、 でなんとか裏山きれいにやっぱりしたいなと思って、でもう草刈りからもう全部今もうなんでスクリーサノみたいにだいぶなってきてるんですよ、はい、今こっから先今進めてる状況で、こういうねもう竹やぶとかまだまだあるんですけど、そういうのをきれいにしていくのにその山村多面的な補助金を使ってはいますね。であとはその請負の仕事とか、最近ちょこちょこそういう依頼が
入っているので、うん、そういうところもそれなりのお仕事の金額いただけるので、うんうん、まあそういうのを多少受けながら、はい、まあ、うちのメンバーちょっと今フルにでかい現場行ってフルに行ってるメンバーもいるんですけど、あ、はい、うちのっていうのは何人いるんですか。うちのキトキト機体で今ねメンバー総勢9名いるんですよ。9名いまして、キトキト機体というチームを作って、はい、今地場さんに組んでる。あの福井宮間キトキト機体ってね、で女性メンバーもいまして、はい、子供ね、で彼女はね僕と一緒に森の育成塾安木さんと一緒に習ったんですよ。あ、でやろうっていう時に子供が生まれたっていうのがあってね、はい、で、で保育園預けて、あのなんていうの、預けられなくて、うんうんうん、なんかあのいっぱいで待機児童問題、待機児童問題なんとかしてください、田舎も抱える田舎も問題、最近子供増えてる。あ、でそうこうもしてて来年からやるぞって言ってたんですよ、はい、2人目が、あら、これだ、おめでとう。まあ嬉しい、嬉しいんですけどね、嬉しいですね、はい、まあもうちょっとまた作業はまた9人でやってるということですね、はい、で、まあこの3人、この3人はね、うん、今年移住してきた20歳の子3人とかね、はい、でその前に高知とね、まきちゃんね、あの2人移住してきた、出てますからってやつですね、はいはい、僕はあの空いたんでね、もともと親父の実家が福井やったんで、まあ縁があって福井行きましたけど、うん、で、あと2人はもともと福井の、まあ、地元の人と、で、あの永平寺の方、お寺ね、まあ、通称寺さんっていうんですけど、っていうあのこのメンバーで、うちのメンバー、あとはね、あの自伐もやりたいけど、うん、なかなか自分の山を持ってなくてやりたいっていうメンバーが他に何人かいて、うんうん、でそういう人も今後まだ増えていくかなっていうところですね。そんな、まあ、ずっと しばらくやってきた宮田さんは、うん、こう理想的なこの自分の暮らしとか、はい、あとどういう、こう地域の山にしていきたいとかっていうのを理想像みたいな。そうですね、僕ね山行ってすごい楽しいなと思ったら道ができてね、あの行けなかったところで車で行けたりしてね、これやっぱりすごいいいですよね、うん、で山をやっぱり美しくしていくことで他誰もできない仕事かなって僕ちょっと思ってて、魅力的だなっていうのが一つありますよね、うん、で木の仕事をこうやって木に関わる仕事っていうのプラスやっぱりあの生活の中で僕うち動物たくさんいるので、うん、そういう動物たちに囲まれ、子供に囲まれ、そうそう、馬とかウサギとかね、こんなあのでかい、うん、そうそう、これブラマっていうね、鶏の中でも一番でかいオスでこれぐらいの、ね、でかいやつとかねいっぱいいるんですけど、まあそういうね動物に囲まれたりとか、うん、まああのね、こうやってうちの娘とか馬乗ったり、まああのお祭りの時にね、うち白馬なのでこの馬を一緒にね、あの子供みこし一緒に回ったりとかいいちょっとしてるんですよ。いいでちっちゃい頃は乗せてあげたりとかね、はい、まあ、そういうの惹かれてみんな来るんでしょうね。そうそ そうこれやっぱり楽しいし、ね、うん、やっぱりね楽しく行きたいしね、まあ楽しく行きたい、そうそうそう、うん、でね、そう、まあ一番ね山やりたい理由はエネルギー欲しかったんですよ。まあ、自分のね、その灯油とかでなくて、そう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 、うん、だって灯油、僕の広い今なんか10畳10畳部屋今引っ付けたりとかして20畳プラスね縁側とかあって結構でかい、それを暖房で温めようと思うと1日にね灯油ポリタンクいっぱい使ってしまいますからね。そりゃそうですよね、はい、6畳のファンヒーターじゃ無理ですよね。無理ですもんね、うん、はい、で薪ストーブ、そうそうほらね、やっぱりそれを使えば年間10万以上浮きますからね、うんうんうん、はい、まあそんな形でね燃料として欲しいで食とエネルギーの自給自立を結構目指すようにちょっとしまして、その食とエネルギーの自立、はい、そして綺麗な山作りをしよう、うん、そうそうそう、この理想像が100点だとすると、はい、100点、今現状は100点、いやもうできる目いっぱいやってきて目いっぱいやってる、ただし、うん、この時点で100点なんで、はい、ね、まだやりたいこといっぱいありますから、あ、理想が広がっていくから100がどんどん、そうそうそう、200がぐらいが低いな、もう100、もうずっと100でいかなきゃいけないけどそれはそれで疲れますななるほど、でも楽しい、ああ、その楽しさがどんどん福井に広がっていくように、うん、今、うん、福井地場付きを立ち上げて、そうそう立ち上げて北陸をさらに活性化させると、はい、ちょっと頼みますよ地場付きを、地場付き応援よろしくお願いします、応援します、はい。
本日は福井県福井市から宮田浩二さんが来ていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、後半、15分で分かる自伐型林業のコーナー、東北でなぜ自伐型林業が広がったのかの続編ですね。先週は中島さんが、はい、薪を作り、そして売るというところまでですかね、そういったところまでの展開を話していただきましたが、まあ、売るというかね、まあ、避難所のね、避難所のお風呂を、薪を使って、薪というか、まあ、当時は、ね、流された家の瓦礫ということで、それを燃やしてお風呂を提供するというのを約、ね、4月の、2011年4月の2日か3日ぐらいからスタートして、約2ヶ月ちょっと全面的に、全国から集まってもらったボランティア団体がそれを運営するということで、割合こうそれが信頼を得てですね、地元の方たちと、地元というかその避難所にね、避難された方たちとのこのコミュニケーションが取れるようになって、2ヶ月過ぎた段階で全部その人たちに運営も移したんですね。運営移して、ほんで一応 お役御免というかですね、ほんで5月の連休明けた頃にはちょっとその、避難所の方たちもこう落ち着きを取り戻してですね、現実が見えてくるんですね。ほんでほとんどの方が仕事がなくなってると、はい、要するに魚のね加工場がたくさんあったんですが、そこに働いてる方が多くて、それからまあ個人でいろいろやってる漁業をやってる方らなんかもいてですね、でその方たちがもう当面仕事がないという状況でどうするんだというのをちょっと少し考え始めた頃ですね。特にこうちょっと家族みんな特にこうね命には別状なかった方たち、そういう方たちというのは次の今後の生活をどうしていくかというところを考える方も多くなってきて、ちょっと落ち着いた段階の時に、このね、海はやられたけども、はい、漁港はね、もう全滅状態。そうですね。で、加工場、その近くにあった加工場や、その、働く場所なんかも、ほぼ全滅状態で、再建まではどうしたらいいかね、うん、すごく時間がかかると。で、そういう段階で、後ろのね、山があるんですよ。三陸というのは、海からねすぐ山になるんです。ぐっと曲がってる。もう海からちょっと平地があって、そこに住宅があって、もうその後ろがすぐ山という状況で、その山は、ほとんど被害を受けてないと。若干この海に近いところのこの杉林、結構ね高知では考えられないんですが、杉がねすぐ海のそばに植えてあるんです。でそれが潮かぶっちゃって、津波でかぶっちゃって、それ枯れてるっていうのはあったんですが、沿岸木って言われるものですね。普通ね高知だとそんなところにこう自己林はないのですが、うん、やっぱり三陸はこうね、あまりこう強い風やなんかが吹かないのか、そういうとこまで植林されてたんですが、うん、でそこはちょっとやられてるとこあるけど、その後ろは全く手つかず、はい、自分らはね土佐の森救援隊のメンバーとして行ってたので、自伐型林業もうすでにその当時は展開をしてましたので、はい、林業で仕事を、まあ、一時的でもいいので作ってみませんかという投げかけをしたんですね、うん、そしたら中心になってた方たちが検討しますと言って、持ち帰ってくれたんですが、すぐ翌日にですね、またお会いした時に、長島さんちょっと話があると、昨日言ってたことをやってくれないかと、いうことで、な林業仕事に本気でやりますかと言ったら、何人かかけたら早もう何人かがやりたいと言ってると、じゃあやってくれということで、そしたらちょっと準備もあるから
9月秋ぐらいからね、うんうん、夏過ぎて秋ぐらいからどうですかと、それ5月の連休連休明けてちょっと5月の下旬頃ですかね、うん、でその時にいや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 、それは遅いと、あの6月からやってくると要するに翌月そうなんですね、ちょっと待ってと、わかりましたとそしたらちょっと早急に段取りをしますということで、早速ちょっと持ち帰ったり、もうその場で、ちょっとあちこち連絡してね、まず資金とね、人を確保しなきゃいけない予算体制ですね、まあ特にね人手はね、なんとかなると思ったんですよ。もういろんな方が、高知と大阪と、それと岩手県内の、人たちが支援してくれてたので、人手はなんとかなるなと思ってたんですが、その資金とかが大丈夫かと。とりあえず今、その時は日本財団から、すぐ 3月の終わりに出た、100万ぐらいのお金を使って、災害用の助成金を使ってやってたのですが、うん、まあ、その辺は、まあ、行きながらなんとかするしかないなということで、うん、6月から始めたんです。6月から。6月から、ほんで、そこには、その避難所にいた方、12名ぐらいですかね、うんうん、12名ぐらいがもうよしちょっとやってみようと、できるかどうかは分かんないけれどもやってみようということで6月からスタートしたんですね、うんうん、でこの後ろこれね新聞です。これは薪ボイラーでお風呂を作ってた時の新聞なんですが、先週もちょっと紹介、で、これね、これちょっと経ってからなんですが、2011年の11月15日の朝日新聞がこれ書いてくれたんですが、まあ、高知発雇用の受け皿にということで、海ではなし山から復興しようということで、うん、それを6月から始めた研修をですね取材してくれて、書いてくれたのがこの新聞です、うん、キリキリですね、キリキリです、うん、これ大槌町のキリキリ地区、キリキリ小学校の避難所で始めたので、うん、大槌湾ですかね、湾からすぐ、そばのそうですね。でこれが11月でもうこの頃こうやってだいぶ外へ情報が出たんですね、うんうん、はい、出たんですね。でそうしたら次、このあとすぐちょうどこの11月から12月にかけてこの情報が気仙沼に飛び火をしてですね、うん、気仙沼でもやってくれないかというのがすぐ12月に依頼できたんですけどね、宮城県、気仙沼市ですね、ほんで、こうやって割と早くからこういう情報が出て新聞被災地にはかなりマスコミがたくさん来てたの ですぐちょっとこういうもう早くも仕事に手をつけるというような取り組みはこうやって早くから情報が出て、そうした時に実はこの岩手県、ここ大槌町岩手県というのは震災前から、はい、付き合いがありましてね、特にバイオマス、木質バイオマスというこうエネルギー利用ですね、木のエネルギー利用、木を燃やしてエネルギーにする、そうそう、でそういうの収集システムを高知県で成功させてたので、うん、それで呼ばれたりしてたんですね。ほんでこの時にこういう情報が出て、そのグループ、そのバイオマスのグループと、もうちょっと前です、これ11月ではなくて、8月ぐらいだったと思うんですが、盛岡でちょっとそのバイオマス系のそのグループと会う機会がありましてですね、でそこでそのバイオマス系の、まあ、岩手大学のね教授なんかもいてですね、はい、で収集所と爆破されたって言ってた、そうです、前回もちっちらと言いましたけどもそのお風呂支援は非常にいいと非常にいいが、その後が悪いとこういう何悪いのだって言ったら、そのね、自伐林業で仕事を作ろうなんてことで新聞にも出るぐらいで、自伐型林業で仕事を作ろうなんていうのはね、そんなあんた何を考えてるのだと、ナンセンスだと、東北はそんな環境ない、そんなのできるのはね高知だけだなっていうわけですね。実はもうちょっとその前にもね、これは東北の教授ではないのですが、バイオマスの取り組みで福岡県と東京でそういうバイオマスのセミナーがあった時に、この
同じことをね、これは新潟大学の教授に言われた。長嶋さんあっちこっちこう普及しようとしてるみたいだから、そんな無理だと、ね、その人は新潟 もう絶対無理だと、うん、で東北に行き始めたと、東北もね絶対無理だと、まあ、確かにね、あの東北の林業をちょっと見てみると、過去の林業を見てみると今でもそうなんですが、もう一気に切るんですね、うんうん、特にあの広葉樹は全皆伐します。ほんであと生えてきたらまた何十年後かに皆伐すると、で、人工林、要するに杉ヒノキの方、あヒノキはないんですが杉ですかね、杉林もね全部切るんですよ。一定面積を、もう全てすぐ切る、あの間伐をしない、うん、要するに間伐施業っていう考え方がないのかなと当時ね、うんうんうん、ほんで、そこに自伐型林業というのは間伐を繰り返す林業ですから、はい、そういうもの、それから、ね、林業というのは全て、ね、森林組合等に業者に委託するものであって、うんうん、山林所有者や地域の人がやるものではないというようなことからそれを言ってるのかなと、だからそういう文化がないっていうかね、うん、だからまあ研究者の場合はすでに実証されているものとか現場で起こっていることを積み重ねて論文化するっていうことがあるので、まあ、まだやってないことを評価するっていうことはなかなか言いづらいです、ね、キリキリでやり始めた頃に、うん、もろにその2人の教授ってですね、うんうん、釘を刺されました、ね、まあ止める必要ないと思うんですけどね、ちょっとね、特にね岩手の方はかなりね上から目線でね、もうさっさと帰ったらどうだというようなことまで言われたんで、うん、ちょっと待てと、うん、でまあ自分はそのね、もともとこのやり方、これね自伐林業、あの吉野家ね、あの古い林家がこう、ね、持続的にやってたやり方は、はい、これ全国でいけるはずだと思ってたんで、うん、少々のそんなことではね、うん、で今回もこのキリキリ台、ね、そこに入った一番先のところ、はい、そこで、ね、こっちはねちょっと遠慮気味に投げかけたんですが、それでももうすぐ食いついてきてですね、はい、食いついてきてというか、まあね、こうしてくれて、もうぜひ、ほんでこちらもそのグループを作るからって言って、うん、当時でまあ任意団体としてキリキリ国っていうね、キリキリ、作って、それ、12月ぐらいに NPO になるんですが、うんうん、この当時はあの任意団体、そうやってグループまでできて対応しようとすると、これは絶対いけるはずだと思ったんで、うん、まあそんな教授のね、わけのわからないこの忠告なんかに、はいはいじゃなしに、うん、これは逆にもうきちっとね、うん、それをね、反論してみせようと、そんなことはないよっていうことを実証しようというようなことで、やってたら、すぐに、もう本当すぐに、今度は気仙沼へ飛びすると。キリキリがもう着実に行き始めた。この当時はね、これね、まあ、林野の、林野町のね、これ、この記事は、あの、林野町の林野っていう、あの、機関誌なんですが、まあ、編集部局やからさほどあれなんでしょうが、と、あの、彼らも少し興味持って、ちょっと被災地支援の状況を書いてくれとか言って書いたやつなんです。これ、これも11年の11月です。これ。で、これが、この、気仙沼ですね。あ、これは2012年の8月ですね。これはちょっと8月、翌年になりますが、うん、この設計がですね、12月ぐらいから始まりました、うんうんうん、12月、その2011年12月に、連絡が来て、あれまだ年明けてなかったと思いますが、気仙沼が第二地域として役場に行って、はい、もうぜひやってくれと、大土でやってることをこっちでもやってくれということで、こっちの場合はバイオマス利用で、うん、あの高知でやってたやつと同じ仕組みを作りたいということで、そこからシステム設計に入って、早速ここは早かったですね。で地域への投げかけというのも役場が間を取ってくれて、それから間にそのエネルギーを運転建設、そして、建設してそれを運営する株式会社がありましてね、その会社の人たちがだいぶ間を取ってくれて、4月ぐらいからもうすでにね、たかだか3ヶ月の準備で4月ぐらいからこの研修を始めようと。まあ、意気込みともいいことで、もうちょっとね、スピードがもう、もうね、これ高知でやるスピードじゃない、うん、で大槌町キリキリも早かったんですが、気仙沼も早くてですね、うん、でこれ早い8月に新聞に載るという、うん、おいおいちょっとあんまり急がれても困るがというところで、うん、まあけどやっぱりその焦りもある、それから早くしないとという復興へ向けて早くこう希望をねというようなこともあったのかなというようなことで、逆に向こうに引っ張られるような感じでね、
あのちょっと展開が始まったといい形になってきて、これ7年前ですからね。この7年間がまたドラマチックな形と、そうですね、この後、またどんな感じで増えていったかというのを、そうですね、じゃあちょっとまた次回、やっぱ入らないですね。やっぱこれ最初前半後半と考えてたんですけど、前編中編後編という形にしようと思って、今回中編ということで、はい、来週はその後の後編で今どうなってるのかというところをご紹介していきたいなと思います。15分でわかる自伐型林業、東北でなぜ自伐型林業が広がったのかお送りしました。また来週ご視聴ください、はいはい、よろしくお願いします。第10回自伐ニュースいかがでしたでしょうか。今回はゲストに福井市の宮田さんが来ていただきました。そして東北でなぜ自伐型林業が広がったのか中編をお送りしました。そして次回ですけれども、ゲストトークはなんとですね、福井市の宮田さん、話し足りないことがたくさんあるということですね、再登場してもらおうと思います。そして東北で広がったかの最終回をお届けしたいと思います。来週も木曜8時にここでお会いしましょう。この YouTube 自伐チャンネルもぜひ登録していただければなと思います。日本唯一の林業専門番組自伐ニュース、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。